はい皆さんこんにちは AIV チューバーにゃんたです本日は Python と AI で株価のデータ分析を行う方法について解説していきたいと思います最近ですね Python を使えば簡単に株価などのデータを取得できるようになったんですけれども Python とかですねプログラミングをやったことない人にとっては Python を使うと何が便利なのかとかそういったイメージが全くつかないかなと思いますまた株式投資をやってる人で Python とか AI を使って分析したいなというふうに思っていても 何をやっているかというところや、まあ、勉強する意味があるのかなというところで、まあ、なかなか始められないという人も多いかと思いますで私も最初は Python とか学ぶ気がなかったんですけれども友達がデータ分析で Python を使ってるのを見て、まあ、とても便利そうだなというふうに感じてこれが使えるといろんな分析ができそうだなというふうに感じて勉強を開始しましたなので今回は Python で日本株のデータを取得して AI を使う一連の流れを紹介することで プログラミングができるとこういうことができるのかということを理解してもらえればいいなと思い動画を作成しましたえ誰でも実行できるようにプログラミングの実行環境である Google コラボのリンクも貼ったので Google アカウントを持っている人はこちらを実行しながら動画を見てもらえれば初めての人でもイメージができるかと思いますもちろん動画を見ただけではすぐに使えるようにはなりませんが AI とか難しそうで手がつけられないというイメージを少しでも変えられたらいいなというふうに思います AI を学習する時のポイントについては以前に動画で紹介したのでそちらも見てもらえればと思いますそれでは早速やっていきましょうはいそれでは早速プログラミングの解説をやっていきたいと思いますえこちらは私のパソコンで動いている Jupyter ノートブックというものなんですけどもえ同じコードを書いた Google コラボのリンクを概要欄に貼っていますのでこれも実行しながら理解したい人はそちらを使ってもらえればと思います 最初に日本株のデータを取得する必要があります。これまで立証券インシテンや j コンツ API というものを使用することで日本株のデータを取得できるということを解説してきたんですけどもそういったものは証券口座の解説だったり認証情報の登録が必要でした。今回使用する Yahoo Finance に関しては認証なしで誰でも使える API になっています。最初にまず PIP インストールで、えっと、Yahoo Finance のライブラリを取得します。で私はすでに、えー、取得しているのでコメントアウトをしています。 日本株のデータを取得するには、このように、銘柄番号の後に .t をつけて入力するだけになります。今、8411というみずほ銀行の株価を取得する API を叩いてみます。こうすると、この t という変数の中にデータが入っています。中身を見てみましょう。今、2003年から2023年までの日ごとのデータが入っています。 このように4本足の価格の情報と調整済みの終わり値、あとは出来高ですね、の情報を取得することができています。これをですね、簡単にプロットすることもできます。ということで、こちらを実行します。そうすると横軸に日付、縦軸に調整済み終わり値を表す折れ線グラフをプロットすることができます。今回は売買が活発にされているトピックス100の銘柄を分析していきます。 事前に用意したこちらの銘柄のリストを使用して全てのデータを取得していきます。で取得するにはこちらのコードになってまして、えっと、全ての銘柄を順番に、えっと、上記の API を叩いてそのデータを取得して格納していくということをやっていますで。データを取得するのに少し時間がかかるのでここは飛ばします。はい、今データの取得が終わりました。 で取得したデータを見てみると、こういった形になっていまして、大体53万行、えっと、データがあります。で100名ぐらいのデータを取得するのに、まあ、大体51秒かかっているということで、まあ、かなり速いスピードで,です、ね、データを取得できているというのが分かるかと思います。はい、続いてです、ね、指数データの方を取得してみましょうということで、ヤフーファイナンスでは、まあ、例えば S&P500 の指数データを取得したいとか、そういったこともできます。 で、取得するには、各指数に割り振られたシンボルというものの情報が必要になります。例えば、えっと、S&P500 であれば、シンボルは、この HATGSPC というものになっています。で、このシンボルに関しては、えっと、Yahoo Finance のページを見ながら、えっと、私は確認しています。で、Yahoo Finance のページ、このようなページになっていまして、えっと、上で、えっと、S&P500 というふうに検索してみますと、このように一番上に出てきます。 はい、でこのように検索すると、このカッコの中に、えっと、シンボルが入っているので、まあ、これをですね、コピーして、えっと、貼り付けてあげれば、まあ、どの指数でもデータを取得することができます。で、確認したシンボルを使ってデータを取得してみると、こういった形になります。で、指数のデータによるんですけども、今回 S&P500 だったら、えっと、1927年からの、えっと、データがですね、取得することができていますので、まあ、大体100年ぐらいのデータを、えー、取得することができています。 で今、指数データを取得することができたので、簡単な分析をしてみたいと思うんですけども、アメリカの株式市場は、えっと、時差があるので、日本時間で見ると夜中に株式市場が開いています。で、アメリカ株が上昇した場合と下落した場合で、じゃあ次の日の日本株の動きがどうなっていくかっていうのを見てみましょう。最初に取得したトピックス100名柄のデータフレームを加工して、9時の寄り付きから3時の引けまでの変動率を計算します。 それがこのようなコードになっています、はい、そうするとこのように各銘柄ごとによりから引けまでの変動率というのを計算することができています続いて S&P500 が上がったか下がったかを表す前日比というものを計算してみますで前日比はこのようなコードで書けます、はい、そうするとこういった形で S&P500 が前日と比べて何上がったかと いいうものを計算すすることができていますただここではアメリカ株の日付の次の日の日本株への関連を見たいのでこのようにアメリカ株の方の日付を1日シフトしてあげます、はい、そうすると上と比較して、えー、この前日比の値が1日シフトしてるのがわかるかと思います、はい、続いてトピックス100のデータセットに S&P500 のデータを結合させますで結合はこのような形で行うことができます で、ここで指定しているのは、このインデックスというものと、ハウというものになります。で、こちらのレフトインデックスというものが、最初に与えている DF のインデックス。で、こちらのライトインデックスっていうのが、こっちの DF エクスターナルですね。S&P500 のインデックスを指定しているということになります。で、インデックスっていうのは、えっと、この DF だと、一番左のこのデイトの列になります。で、DF エクスターナルも、えっと、同じようにデイトの、えー、日付になります。 で、この How っていうのが、この Left を優先しますよってことで、この DF っていう Topics100 の方に DF x t e r n a を結合させますということを今指示しています。そうすると、このような形で結合することができました。で、早速、より引きの変動率と S&P500 の前日比の関係を可視化してみたいと思います。で、可視化は、この Matplotlib というライブラリーを使うことが多いです。 このように、えー、と可視化したい変数を指定してあげることで、えー、とサンプル図を書くことができます。ただ可視化しても少し分かりにくいので年ごとの相関係数を出してみたいと思います。はい、このコードを実行すると年ごとのより引き変動率と S&P500 の前日比の相関係数を出すことができます。で、見方としてはこの1じゃないところですね。例えば1990年だったら0.09の 正の相関を持っていて2000年だったら0.07の負の相関を持っていますということを表していますで、ここで S&P500 が上昇した時と下落した時でどう違うかっていうのを見ていきたいと思いますはい、なので最初にまず上昇したか下落したかを表す列というのを追加しますここでは上昇を1下落を0というふうに表して指定してあげます そうすると、こういった列が追加されていて、S&P500 の前日比が上がった場合は1で、下がった場合は0というふうな列が追加されています。で、ここで、えっと、年ごとの S&P500 の上昇、下落、それぞれで、より引きの変動率の平均値を可視化してみたいと思います。で、可視化をするには、先ほど m a t p l o t l i b というものを使ったんですけども、この a b o n というものも有名なので、こちらもインポートしてあげます。 また、ジャパニーズマットプロットリブというものがあれば、日本語の表記ができるので、こちらをインポートします。はい、可視化してみました。で、この青の方が、えっと、S&P500 が下がったとき、オレンジの方が上がったときのより引き変動率を表しています。例えばですね、えっと、この2008年と2009年以外は、大体ですね、このオレンジ側が下で、えっと、青が上になっているのがわかるかと思います。もう少しわかりやすく言うと、 S&P500 が上昇した場合は次の日の日本株っていうのは日中下落する傾向があると、まあ、つまり前日ですね S&P500 が上昇した場合は寄り付きから売っていれば儲かるかもしれませんとただですね直近に関しては傾向が逆転してるのでちょっとこの法則は崩れてるかもしれませんもしかしたら高値付近にある銘柄は下落しやすいとか分析を進めるとそういった傾向がつかめるかもしれませんので興味がある人はやってみてもらえればと思います はい。続いて、機械学習のモデルを構築していきます。で、機械学習のモデルは、簡単に言うと、入力と出力を指定してあげることで、その間の関係性を見つけ出すものになります。で、今回予測したいのは、寄り付きから引けまでの価格の変動率なので、その変動を予測するために必要と思えるようなデータを入力として与えてあげる必要があります。例えば、ここでは、前日比というものを計算してみます。 で、銘柄ごとの前日比を計算するコードは、このような形で書くことができます。はい、そうすると、今回予測したい、この寄り付き変動率というものと、えー、今作った前日比というものが、1対1に対応するような形で変数を作ることができています。で、同様の手順で、他の入力データも作成していきます。他には、例えば、前日の寄りから引けまでの変動率であったりとか、あとは25日の終値の移動平均乖離率といったものが挙げられます。 それらはこのようなコードで書くことができますそうするとこの前日比と同じようによりつきから終値までの前日の変動率あとは終値の25日の乖離率というものを計算することができましたでこれらのモデルに入力する変数のことですね今3つありますこれを入力変数といったりとか特徴量というふうに呼んだりしますはい続いてデータを機械学習に入力してみます え最初に何をターゲットとするか、何を出力とするかですね。あとは何を入力とするかというのを指定してあげる必要があります。えー、ここではターゲットはより引けの変動率。特徴量としては、えー、と前日比であったりとか、よりから引けまでの変動率。あとは終値の25日の乖離率。あとは S&P500 の前日比といったものを特徴量として与えます。で、モデルは以前の動画で紹介した LightGBM というものを使います。このモデルは前処理などの必要がなくて、 精度が非常に高いモデルになっていますでモデルに入力するためのデータと、モデルの予測精度を評価するためのデータを用意してあげます。それが DF-Train と DF-Valid というものになっていますで。なぜこのようにデータを分けるのかについては、以前作成した交差検証の動画を見てもらえればと思います。でデータの準備ができたら、LightGBM にデータを入力します。 でこちらのパラメーターなどはそのままでよくて、あとはこの l i ト g b m に入れるためのデータの変換に関してもほとんど変えることがありません。はい。で、モデルの構築が完了しました。で、データ数がですね、50万行の割には、まあ、非常にですね、学習が早いことがわかるかと思います。で、l i ト g b m では、各特徴量の重要度というものを計算することができます。 はい。そうすると、このような形になっていまして、まあ、重要度が高いものは、この S&P500 の前日日というものが大事そうですと。で、その次は、翌日から終わりまでの変動率。で、次は前日日。で、最後に25日の移動乖り率が大事ということがわかります。で、最後に、このモデルがどれくらい使えるかというのを見ていきたいと思います。で、先ほど作成したモデルを使って、検証データに対する予測値というのを算出します。 はい。そうすると、こういった形で、各レコードに対する予測値というのが算出されました。で、これは、この DFValid というものの中の、各レコードに対する予測値になっています。で、株価の予測をしたので、評価をしたいんですけども、今回は、日ごとに予測値が高い対象、つまり、機械学習が上がるというふうに考えた対象、トップ20とバースト20を、まそれぞれ買った場合と売った場合で、損益がどうなるかを見ていきたいと思います。 で日ごとのランキングに関しては、このような形で実装することができます。そして、日ごとの予測値のランキングとして80、80%タイルと20%タイルというものを計算して結合しているのがこちらになります。80%タイルより大きい場合は買い、20%タイルより低い場合は売りを行うようにします。価値を持たない場合は、一旦データを除外します。そして最後に、日ごとのリターンを計算してあげます。 これは売りの場合は寄り引けの変動率をマイナスに買いの場合はプラスというふうにして計算することができます、えー、リターンを算出して累積をプロットしてみますで横軸が日付で縦軸が累計の損益になりますかなりですねデコボコなのでまだ実用的というふうに言えない結果になっているのが分かるかと思いますただ特徴量はもう少し作れるかなというふうに思いますし 上位20ではなくてもう少し絞ったりとかもしくは広げたりしてばらつきを減少させるようなやり方っていうのもあるかと思います興味がある人はぜひいろいろと試してもらえればと思います、はい、以上で Python と AI を用いたデータ分析の解説を終わりたいと思います Python や AI ができることの一例を挙げたんですけども、まあ、こんなものかというふうに、まあ、少し期待外れだった人もいると思いますし、まあ、一方で、まあ、こんなに便利ならですね学んでみたいなというふうに感じた人もいたら嬉しく思います この動画が良かったというふうに思う人は高評価、コメント、チャンネル登録の方をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。